やっぱり忍の体に攻撃なんてできないの。奴が忍を乗っ取りたいことは分かったの。でもどうしたら忍からジャックを引き離せるの？へっへーん、オイラの目的は分かっても憑依を解く方法までは分からなかったようだね。うるさいな、今すごい案を考えるな。隙だらけ。何も思いつかないの。やっぱり都には忍を助けることなんか。強さ？どういうことなの？ジャックの中にいる忍を呼び出す？そんなことできるわけ？でもそれしかないならやるしかないな。少しでも忍が都の声を聞いてくれたら、そしたら。そうなの、思いついたの。あいつが忍に取り付けたなら都にもできるはずなの。忍が表に出てきてジャックの力が弱まったところに都が飛んでいって憑依するの。そうすればジャックを追い出せるかもしれないの。お、作戦会議は終わったかな。ま、無意味だろうけどさ、そろそろ終わりにしちゃうよ。お前らに構ってる暇はないんだから。忍、この声を聞いてほしいの。何？お前もしかしてこいつに話しかけてるの？忍、都はいつもの忍に戻ってほしいの。何を言っても聞こえないよ。都はいつもわがままだし、そのせいで忍にたくさん迷惑かけちゃったことだってあったの。わがままか。この体の持ち主もうんざりだったんだろうな。でもこんな都に忍はいつでも優しくしてくれて、可愛がってくれて、都も甘えちゃってたの。だから今度は都が忍を助けたいの。返事をしてほしいの、忍。バカだな、そんな一方的に思いをぶつけても。あ、都にとって忍はとっても大事な友達なの。本当に本当に大好きなの。なんで体が思うように。あ、忍、お願いなの、戻ってこいなの。それで一緒にハロウィンパーティーをするの。そんな、なんて。やめろ、やめ。そうですよ、しましたもんね。忍なの？聞こえたんです、都さんの声が。だからそれに答えなくちゃって。都さん、私は都さんのわがままを迷惑だなんて思っていません。いつも明るくて活発なあなたに、私はたくさん元気をもらっています。私にとっても都さんは大切な人で、妹のように愛しい。
存在なんです。ミヤコさん、私も大好きです。まさかオイラの意識を抑え込むなんて。シノブはまだ消えてないの。ずっと中で戦ってるの。そうです、私はまだ負けていません。シノブ、信じてたの。今助け